新型コロナの治療にも期待が寄せられています闇夜に光る道しるべとなるのでしょうか一つやっぱりすごくいいのがあってそれは実際コロナを抑えんのかなと思って実験してみたら確か抑えるんですよコロナの感染をですね九州大学などの研究チームはあらゆる疾患の治療薬の候補を探す人工知能を開発したと発表しましたその名も ライトハウス日本語で東大ライトハウスというのは一体どのようなものなのか AI、人工知能なんですね、まあ、最近でいうとスマートフォンだったりお掃除ロボット自動車の自動運転かなりこの AI というものが生活に入り込んできているとそんな状況なんですけどもではライトハウスについて。 今回開発されたのは日本語で東大を意味するライトハウスあらゆる疾患の治療薬候補を探し出すいわばその候補を照らし出してくれる東大なわけなんですね、うん、九州大学の中山主管教授であったりハーバード大学のグループなどで研究開発されたというものなんです、うん、ではどのような AI なのか、はい、そもそもですね疾患というのはタンパク質が異常を起こしている状態なんですそれに作用する物質がいわゆる 治療薬なわけなんですね、うん、ただこれを見つけるのがものすごく大変です、はい、いろんな物質の中からこの治療薬を探し出す、うん、候補は10の60乗種類もあるんです、えー、これ例えるなら、はい、地球上の海水をコップ一杯で救い出すような作業もう信じられない途方もない候補の数があるわけなんですね、うんはい、というところではい これれまでではリアルに1つ1つ実験をされていたわけなんですね失敗も繰り返しながら治療薬というのをみんなで見つけていたただ、こちらのライトハウスこれまでのこちら1万倍のスピードで候補を探し出すことができるどれだけ違うかという話なんですかなり時間の短縮にもつながるわけなんですねで。これはあらゆる疾患に対する治療薬の候補を見つけてくれるで対新型コロナというところでこちらです。はい 候補がもうすでに挙げられているんですね、はい、エトキシゾラミド これ、緑内障の治療薬ということなんですけども、これえっと1万種類ほどある。既存の薬の中からライトハウスが候補として見つけ出したものの一つえ、今後はですね。実用化を視野に開発を進めていきたいと、あのここから派生していった物質を探していくことで、より効果が高い治療薬の開発の可能性があるということなんです。ただいかんせん。これからというところなんですね。その他、藤の病であったり、未知のウイルスの治療薬というのを探し。てくれ えどうか新型コロナに対してもこの収束の筋道というのを明るく照らしてもらいたいと思います。